人を増えてくるっていう、うんうん、いいんじゃないでしょうか。はい、こうやって繋がると思う。じゃあ、はい、とりあえず始めましょうか、時間になったので。はい、よろしくお願いします。はい、え、ちょっと待って、なんか35人とか見てる人いるんだ。本当だ。どういうこと？だからトップ、トップ上げたんですか？バナー。皆さんこんにちは、こんばんは。ちょっと視聴者数がいきなり多くて、ビビってるんですけども、始まりました。政治を身近にするユーストリーム番組、祭りごと仙台からお送りしております。視聴していただいている皆さんありがとうございます。私は進行役の漆田と申します。よろしくお願いします。ずっと不安だったら恥ずかしいので、アップだったら恥ずかしいので話してください。はい、この番組はですね、仙台からもっとなんか政治のことをですね、身近になんか話せるようにしたいなということで、なんかこうどうしても政治の話ってこう、ね、SNS とかでもなかなか出しにくいし、友達とも話す機会ってあんまりないし、いざ話すとちょっとこうこいつ政治臭いやつだなとか、ちょっと変な思想なんじゃねえのとかっていう風な話になってしまって、お互い言い出せないみたいなやつをですね、なんとか突破したいなということで、別にここに集まってる人たちがなんか将来政治家を志望しているとか、なんか企ててるとかっていうことでは全然なく、あと政治に詳しいとかそういうことでも一切なく、単純に、なんだろう、そういう話をもっと気軽にできる空気作りを少しずつしていきたいなということで、このユーストをやっております。アップにするのやめてください。はい、ということでですね、早速まず今日ここに集まっていただいている皆さんに、まあ、なんか簡単に自己紹介をしていただければと思います。はい、ということで、じゃあまあ大江さんからあ、私からですか、ね、はい、はい、お願いします。大江中子です、よろしくお願いします。政治は素人ですが、まあなんかみんなでそういう話をしていけば、ちょっとでもなんか政治に対して、政治とか、まあ、最初言ってたのは選挙なんですよね。選挙の投票率が低いねっていう話から、なんかそういう投票率を上げるためにもっとみんなでいろいろ興味喚起できることってあるんじゃないのかなとかいう話をしている中で、ユーストリームを使ってみんなでこういうことを話せる場作りをしていこうっていうことで始めました。ということで、政治素人しかここにはいません。なので、見ていらっしゃる皆さんが頼りです。そうですね、いろいろコメントください。はい、本当にコメントだけが頼りで進んでいく番組です。はい、よろしくお願いします。あ、はい、深沢亮というものです。結構突然の参加で戸惑ってはいますが、僕も政治の素人なので皆さんにいろいろご教授願いたいと思います。簡単ですが、本日はよろしくお願いします。はい、一応どうしようか。あ、まあでも俺言ったからね。はい、所属とか言わないんですね。あ、言っていいよ、言っていいよ。山形大学4年生の、菊池亮と申します。一応来年から、まあ、某大学の経済学研究科に進学予定で、まあ、経済の側面から政治とか少し語れたらいいなって今日も思っています。よろしくお願いします。東北大学医学部保健学科4年の塩井です。政治とかはあんまりわからないんですけど、まあ、本当は今日この場所でスマブラ大会をちょっと人が集まらなくて漆田さんに声かけてもらって、まあ、話してます、まあ、ちょっと一般社全然知識がなくて一般市民の視点からでしか話できないと思うんですけど、なんか少しでも勉強できたらいいなと思います。はい、よろしくお願いします。というわけでこんな感じでですね、まあ、仙台あるいは山形に在住する学生さんと、あとまあ仙台で働く、大人、あとは、今石巻とか、被災者の支援活動をしている大人チームとかとですね、そんな感じの構成で、震災がもう2年近く経ちますけど、まあ、そういう時期からいろいろ動いていく中で、やっぱりこう世の中に対して関心が高まっている人が比較的この仙台という地域、東北という地域増えてきているのかなという中でですね、こういう試みもちょっとやってみようと
という形で、始めています、はい、のでどちらかというとそういう自分たちの身近なところで起きてしまったことからの問題関心が先なので、もともと本当にその政治家を志望しているとか政治に対してすごく強いメッセージを持っているとかっていうことではないんですけどね、なんですけどその中で話していこうということで、これから、まあ、一応3時間ぐらいぶっ続けでやるつもりでいますので、よろしくお願いします、はい、というわけで今日のテーマなんですけれども、ユーストリーム、あと Facebook とかでしか告知を特にしてなかったんですが、今日のテーマはですね、ざっくりと、所得税とか税金って何だという話と、あるいはそこからもう少し広げていって、まあ、税金を取る主体である政府あるいは自治体、大きな政府小さな政府とかそういう話の方にもですね、膨らませていければいいのかなというふうに考えています、本当にそういうテーマに対する知識量も、バラバラですので、ぜひ見ている方もなんか我々がこう話しているときにちょっと違うよとかそういうことがあればどんどんコメントを、ソーシャルストリームのところに残してほしいと思いますし、逆に言うとその知識がないと参加してはいけないとか知識がないとコメント残しちゃいけないとか、あるいは逆にその、まあ、知識がないことを、なんだろう、言論に参加してはいけない理由としてこうバッシングするとかそういうことはですね決して、逆にしないでほしいなと思っていますので、ぜひ皆さん等身大のこの日本人としてこのに生きている中での等身大の知識をですね、でいろいろ話がしていければと思うので、よろしくお願いします。はい、じゃあここからはちょっとみんなが口を開いてくれないと寂しい番組になっちゃうので、はい、で今日はですね、まあ、所得税をテーマにしようということなんですけど、最初実は今日参加してくれる塩井くんがですね、そこに対して、そのテーマにちょっと興味があるということで設定してみたんで、まあ、なんだろう、言える範囲でその簡単になぜ所得税っていうのに興味を持ったのかっていうのを話してもらってもいいでしょうか。これってどっち見ながら言った方がいいですか。いいんじゃない、普通に。我々に向けて話して OK です、はい、所得税なんですけど、はい、最近結構なんだろう消費税が上がったり、あとなんだろう復興税とかいろいろ税金が上がるって言われていて、うん、なんか所得税も上がるって最近聞いて、なんかまた上がるのかと思ったんですよ。で正直その所得税って高所得者だけを対象にしてるので、うん、まあ、多分我々はあんまり関係ないと思うんですけど、うん、なんか税金が上がるって聞いただけでなんか庶民もなんかすごい不安な気持ちになるし、なんかこれ以上上げてどうすんだろう、なんか所得税上げるんだからそこでもうちょっと税収を上げる仕組みにすればいいんじゃないかなと思って、なんかこれ以上上げる意味があるのかなと思って、ちょっと漆田さんに声かけさせていただきました、はい、はい、ありがとうございます。確かに今所得税の、所得税のですね、まあ、最高税率がまた上がるっていう話になったのかな、そういう報道もあったと思いますけれども、まあ、国から税金を取られているということについて、どこから話していけばいいですかね。まあ、それについてどう思うかっていうのをじゃあちょっと個人の意見を表明してもらいましょうか、はい、いきなり所得税の増税、はい、うんうん、所得税の増税というかあれですよね、累進課税制度で、うん、高所得者が確かに 45% でしたっけ、それが多分 55% になる感じですね。なんですかね、やっぱお金持ちの人ってお金使って経済回さなくちゃいけなかったりするのに、まあ、それが 55% もされたら逆に消費活動を抑えてしまったら、それもまあ経済的には悪いかなと思いますよね。庶民に限らず45% か、 45% に引き上げる、引き上げるですか、引き上げて 45% 全部で 45%、 はい、なるほど。そう、多分住民税と所得税両方に合わせるともっとだけ、ああそうですね、所得税だけで見たら所得税だけだと 45% っていうことなんで、住民税は自治体に入るんですよね、はい、あれ今終わったっけそのだから経済回さなきゃならないから、だから、うん、あんまり、ね、高い税率かけすぎない方が僕はいいんじゃないかなって思います。皆さんも不思議に思うかもしれないんですけど、僕はどっちかというと消費税を高くした方が
いいんじゃないかなという、はい、なるほど。なんか開きすぎじゃないですかって 5% とあと 45% じゃないですか税率が。ああ、だとなるほどね。確かにその、うん、その低所得者とかに確かに優しいんですけど、うん、でもよくよく考えるとなんか一生懸命お金稼ぐ気なくなるじゃないですか。あ、そう考えると僕はその 5% と 45% の差を考えた時に、うん、もうちょっと消費税が高くてもいいのかなっていう気がしています。まあ、例えばその消費をもっとそのお金持ってる人がもっと消費を、っていう風に考えた時に、でも消費税が上がっちゃうと当然その消費って冷え込むわけですよ、ね、うん、そこのバランスってどうなんだろう、うん、どっちの方がそれは所得税上がった方が効率がいい。あ、でもそのなんていうか多分、どっちかな、とりあえずそのでもバランス的にやっぱりそのなんか 10% ぐらいだったら僕大丈夫だと思うんですよ消費税って、うんうんうん、そこまでだったらあまり気にしないで買えるぐらいになって、うん、であと多分消費税が、まあ、税率上がったら多分なんかインフレとかするんじゃないかなって思ってて、うん、はいはいはい、そうしていくとまああのていくと、まあ、物価自体上がるので入ってくるお金自体も多くなるので、うん、まあ、そうした方が全体的な経済的にはいいんじゃないかなという考えです。はい、ありがとうございます。じゃあ大谷さん、どうですか。あ、私ですか、はい、ちょっとみんなこと喋ってね静かですか、喋ってすごい静かだよ、静かだよね、はい、なんか前回の方がもっとそうそう、なんかもうちょっと賑やかな感じをイメージしてたんだけど、みんなすごい真面目だから、だってほらもう見る人がさ500人見てそのうち550人見てくれて500人はもうすでに去ってるからなんかおとなしい番組だなとか思って、はい、はいはい、私どうなんだろう、まあちょっとなんか考えがまとまらないうちに振られたけど、ね、所得税は所得税が高くなると結局所得が多い人ってお金持ちなのでいろんなことができるんですよ、うん、つまりなんかちょっと優秀な会計士さんを雇ったりとか、まあ、いろいろなことをできるので、なんか所得税を高くするとどうなんだろうね。なんかさ、今一個思ってたのは、かといって消費税を 10% にするっていうのは、まあ、なんとなくどこの政党も同じように 10% ぐらいまでは数年後にはいきそうな感じじゃない、まあ、自民になったし、で、でも生活する上で必要なもの、食品とかにはかけます、課税対象外にしますとかっていうふうに言っているから、そういったものはそのままで、で、まあ、なんて言うんだろう、嗜好品とかには 10% とか、さらにもっと、もしかしたら 15% なのか 20% ぐらいまでいく可能性もないわけじゃないよね、とか、あとアメリカとかだったら別に普通に 20% の州なんてたくさんあるし、で、あとは所得税は、あと住宅だよね、住宅に所得税を 10% かけちゃっていいのかっていうのが、なんか今ってどうなってるんだっけ、どういう法案になってるんだっけ、え、住宅って、はい、住宅に 5%、所得税を 10% にすると相当高くなるわけじゃん、例えばさ、はいはいはい、どんなに安くても住宅ってさ3000万とか4000万とかするわけじゃない、はいはい、それが税率が 5% の買っちゃうと相当買うのにハードルがさらに上がっちゃうわけじゃない、あ、今もかかってますね、普通に今もかかってますね、でそれが 10% まで上がるときにそれ一緒に上げちゃっていいのかっていうのは、はい、ああ、多分今まだその個別に減税するかどうかっていうのはこれからなんじゃないですかね、なんか新聞社がこの前、うちらには税金かけないでくれって言ったって言って、そうだよね、ちょっとこうネットとかでは叩かれてたんですけど、うん、そうだよね、個別に多分だ、うん、業界団体が交渉してくっていう感じだよねっていう話になってくるじゃん、はいはい、ってなると、はい、どうなのかな、そういうふうに高額に取引されるものの方が当然税収が多くなるんだけど、うん、そこに課税されれば税収が多くなるんだけれども、うん、でそういうふうな高額商品を買うのは、うん、
富裕層ですか、はい、でその富裕層に対して、きちっと税課税をしていきましょうっていうのが一応あの本筋なはずで、二極化してるっていうのが今日本の、うん、あの所得が二極化しつつあるっていうことに対する是正策なので、うん、どういうふうにその二極化を抑えるかっていうのの一つの法案が所得税の増税ですと、うんうん、でじゃあその所得税がいけない あんまり良くないっていうことになった時にじゃあ消費税をどういうバランスでやっていくのかっていうところになってくると思うんだけど、なんかまだちょっといろいろな議論がある中で所得税率を上げるっていうのが私はなしではないなっていうふうに思っていて、それが年間所得が4000万円以上の人に対してその所得税率を上げるのが妥当なのか、1億円以上の人に対して上げるのが妥当なのか、そこの差は分かんないけど、そこの、そのどれが限度にするのかが分かんないけど、私は所得税を上げるのはまあしょうがないんじゃないかなっていう気はちょっとする。はい、ありがとうございます。じゃあ岡さん。はい、結構僕の中でも混乱しているテーマがこの税というところで、先ほどおっしゃってくれたのはその消費に関する点ですよね、はい、2人方、うん、でそもそもそのじゃあなんで所得税を増やす目的ってなんだろうなって思うんですよ、うん、で目的がある以上はそれに手段が伴わなければならなくて、それが何なのか分かれば、例えばそのどの基準で税率を課すのがその目的を達成するのに一番効果的なのかっていうのが分かると思うんですね。で僕なんかはちょっとあのちょっとだけまあいろいろ見てきた中では、まあ、税金ってその社会のいろんなお金の再分配制度としての役割ってありますよね、うんうんうん、だからもしその再分配の役割を果たすっていう目的があるならば、まあ、そこから方法を考えるべきだと思っていて、だ正直全然まとまってないんですよ僕は全然考えが及ばなくてその僕の中では再分配っていう目的が一つ達してあるけども、うん、けど目的はいくつもあるはずだと思うんですよね、うん、財源として集めるから、はい、じゃあ他に何があって、じゃそれでこのなんでじゃあそういう目的のためにこれが成り立ってるのか、うん、とちょっと聞いてみたいと思っているっていう状態ですね。全然わかんなくて、確かにその目的、結局その、まあ、さっきもあの我々もあんまりその税について無知すぎたので税にちょっといろいろ必死で調べてたんですけど、まあほら一般的に税っていうのは特定の目的で使われる目的税とその普通税と呼ばれるものなので、で所得税は普通税に属されるものだと。ただじゃあいざ所得、我々が取られている所得税は具体的に何パーセントがどういうふうに使われていて何がどうでとか、あるいは、うん、だからその中にはその生活保護とかに受給されるものでの財源になっているってことであればそれは再分配っていう意味合いが強いし、あるいはそもそも我々が生活していく上でのインフラ、あるいはそういうあの我々が恩恵を受けるための目的で使われているものっていうのも当然入ってるわけで、そこの割合自体、我々がだから税って何に自分が払ってるお金が何に使われてるんだろうっていうことをやっぱ理解していないし理解できる環境が少なすぎるっていうことがあれだと思うんですよね。で、まあ、さっき最初の問題関心 の発端になった、高所得者層への税負担が高くなるっていうのはもうほとんどでも再分配的なニュアンスが強いんじゃないかとは思ってるんですよね。でそうするとやっぱりそのじゃあ税金ってそもそもなんで取られるのって言って、自分人間が一人で自然に生きてるんであればその国に税金を払うっていうこと自体がそもそもおかしいわけで、だからやっぱり国家っていうものがなんか変な話になっちゃうんですけど生まれて、そこでその中に、一つの同じ利害を共有する、集団として、まあ、我々はもう日本に生まれたからには勝手にその日本人としてそのそういう利害目的を共有する集団なわけじゃないですか。その中で国に税を払うことによって税が、あ、国がそういうサービスとかを我々に提供し、あるいはそういうその機械や、そういう配分とかを行ってこの地域を成り立たせていくと。
なんか話が多分そこまで戻っちゃうと思うんですよね、なんか究極を言えば、うんうんうん、そうするとあとはそこでその、きちんとお金を稼いでる人たちは、まあ、基本的にはその人たちがその自分で稼いだものだから、その人たちのある意味お金が多いのもその人たちの権利であって、もちろんたくさん消費して結果的に、ま、もう一回お金が並がればいい話だし、どう使うのも自由だって話なのか、あるいはでもこの日本っていう社会で生まれて、まあ、変な話その渡航してる人の反対側に損をしてる人もいるわけで、一蓮托生だから、あの、ね、その利益が生まれた分を結局その失敗はしちゃったけど、同じ仲間として生きてる人たちに再分配するっていうニュアンスでもうお金持ってかれてもしょうがないよねっていうふうになるのか、極端に言っちゃったらそういう話なのかな。議論をシンプルにすると、結果の平等と機会の平等、どっちを重視にしようかみたいな。はいはいはい。そうだね。だから、そう、所得分再分配で結局結果の平等じゃないですか。そうすると、やっぱあの今も増え続けてる生活保護の人とかって、結局仕事とかしなくなっちゃったりする人も中には結構いたりして、そういった怠け者を作る社会がいいのか、それともある程度まで、まあ、機会は保障するけれども、あとは自己努力でっていう社会がどっちがいいのかってことだと思うんですけど、皆さんってどう思うんですか、そこらについては。僕はその結果の平等かどうかっていう話がちょっと今ピンとこなくて、というのも例えばそのお金を持っている人から税金を取って分配したところで、果たしてそれが結果的に平等になるかって言ったら多分そうはならないですよね。あの最低水準の所得しかない人はそのまんまだし、財がある人はそれを貯蓄して上に行くわけですから、これは結果の平等って捉えるかちょっとわからないというのが一つ僕が今疑問に思ったところですね。で、機会の平等を考えたときに、じゃあどの視点での機会の平等を図るかっていうのがまたポイントで、そこにもこの税をどう絡めるべきかというのはちょっと今僕は整理がつかなかったので、何か皆さん教えてください。教えてください。お願いします。あるの似たようなかな。その結局、あの結果の平等でありつつ機会の平等でもあるわけですよね。結局再チャレンジできなかったら、それってもう一回失敗したら終わりってなっちゃうのは決して機会の平等ではないと思うので、だからそうすると例えば、まあ、後々出そうと思ってたんですけど、その前回あの参考資料にしたくてなかなかできなかった、私は結構あの、ね、好きだったスウェーデンパラドックスって本があるんですけど、例えばスウェーデンってその高福祉高負担の国家で、どういうことが行われているかっていうと、確かにその制度上その生活保護とかそういうその再分配の仕組みはすごく厚いんだけど、でもそれはあくまでその再チャレンジするっていう意欲のある人に対してこう熱いものであって、やっぱりそこを何かしらもう例えば反強制的に、職業訓練的なプログラムに参加させるとか、あるいはそういうその、仕事に結びつくための、教育を、受けようと、その専門学校的な学びを受けようとかいう人たちに対しての非常にその、教育費がもう無料に近かったりっていう意味での優遇とか、まあ、そういうなんかもちろ ん, なんかそれによって結構自殺者が増えてしまってるみたいな現状もやっぱりあるらしいんですよ。あるどうして増えるの。いや、つまりそれは再チャレンジしなきゃならないっていうそのことがストレスになる、そうそうっていうこともあり得るってことですね。結果的にそれだけじゃないと思うんですけど、もともと北欧って結構自殺率が高い地域、日本ほどじゃないでしょう。いや、あ、どうだったっけ、ちょっとすいません、数字が正確な数字がないんで、後で調べてみますけど、もともと有数の国家、日本って決して1位ではないんですよ。そうなんだ。そうです、韓国とかが多いです。ああ、そうなんだ。そうそうそう。へえ。初めて知った。そうなんだ。まあもちろん騒がれてますけど、一応大きい方、多い方だけど1位ではないですね。はい。そういう意味ではやっぱりそういうそのあの機会の平等につながるようなその再分配っていう発信になれば、逆に言うと最初のテーマもじゃあ、それがただ単にその受給する人がそのまんまその生活を維持しちゃうっていうことじゃなくなれば再分配はしてもいいのか、そもそもいやそういう次元じゃなくて稼いだ人にはもっとお金残そうよっていう、結果残した人にはもうちょっと結果残した人に優しい税にしようよって話なのかっていうところも争点になると思うんですよね。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。
だからその今論点を多分整理する必要があって、まずはその手前の、そういう、うん、なんだっけ、今結果の平等とか機械の平等とかっていう話も先にしたいし、でそれで結論が出たら、今度じゃあ、その理想的なそういう形での分配ができるんだったら、高所得者さんに大きく税を貸してもいいのかみたいな話に2段階になると思います。なんかもう一つ、はい、ちょっとだけ話の論点がずれそうなんだけれども、はいはい、実はそこにはなんかちょっと文化みたいなものも絡んでいるような気がしていて、その欧米とかではノブレスオブリージュじゃないんだけれども、その持てるものが再分配をするとい こうなんか責任みたいなものっていうのが文化の中にあると思うんですよ、うん、でそれってどうしてそれが生まれたかっていうと、その貴族社会の中で持っている人と持たない人の差があまりにも激しかったので、持っている人はその持たない人に対して多くちゃんとそれをきちっと面倒を見るじゃないんだけど、分配しなきゃいけないみたいな責任を取る文化みたいなものがあったんじゃないかと思うんですね。ただ日本ってほとんどそういう二極化って今まで全然起こっていなくて、その持っている人が分配をする文化がほとんど根付いていないような気がしていて、なのににわか金持ちじゃないんだけどなんて言うんだろう、急にお金持ちになっちゃう人たちっていうのが出てきて、でしかもそういう人たちに対し、そういう人たちが特に別にそれを地域に貢献したり社会に貢献したり分配していくっていう考え方がないので、なので社会システムとしてちゃんと徴収しましょうっていうふうなことになってるんじゃないかと私は想像していて、なので私はそんなに所得税の引き上げにはそんな反対ではないです、はい、ただバランスの問題だろうなとは思っていて、日本に何文化がない、寄付文化とか文化、その分配する文化がないんですよ、所得者に。そうですね、アメリカだとなんかビル・ゲイツとかすごいお金持ちが、うん、ゲイツ財団っていう財団を作って、そうそうそう、教育もやったりもしますけど、ね、近くにここのでもちょっとこっちに入る。そっちの方が、ね、コンセントがないんだな。長ければこっち使って、そっちあれば、うん、大丈夫そう。はい、ちょっとこのテーブルが多いんだけど。はい、じゃあ今ちょっと論点をですね、ソーシャルストリームに上げるので、その間にですね、今参加増えていただいた方、自己紹介をしていただければと思います。はい。じゃあ。はい。東北学院大2年で .jp という NPO 法人に所属している長谷川龍也と言います。結構政治の知識が、まあ、こう見えてないのでそうなんですよ。 NPO って .jp って一応政治系の団体なんですけれども、まだまだ勉強不足なところがあるんで、聴衆の皆さんっていうか、まあ、聴衆の皆さんも多分政治の知識がめっちゃあると思うんでまあ叩かれる材料みたいになればいいかなと思ってます。よろしくお願いします。東北学院大学工学部2年の伊佐と申します。前回も参加させていただいたんですけど、ちょっと今回も、まあ、楽しいお話ができると思います。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんな糖分が足りなくなると頭回らなくなるのでフルカステラとか適当に食べてくださいね。はい、はい、結構前回の放送を見返して、さすがになんか飲み込んでから喋ってくださいじゃあ、漆田さんが言ってたことを代弁しましょうか、はいはい、前回の放送で食べ物を用意したら食べ物とか食べながらの配信はあまりよろしくないということを反省しまして、はい、スナックだけにしました。はい。なんかあんまりチキンあんまり反省してない。でかいケンタッキーフライドチキンをここで食べるというゴールに出ました。ピザが大量に。ピザ。そうそうそう。さすがにね、食べかすが残るのは良くないんで。そうですね。ケンタッキーはみんなちゃんと食卓でね、中で食べましょう。ホワイトボードを映してたと思ったら、菊池君が、うん、ケンタッキーチキンを目の前で食ってひたすら食ってる動画配信されてる。気になる方はあの、ね、第2回の見てください。見ない方がいい。はい、すいません、そんな感じでゆるゆるで配信していくとですね、どんどん視聴者数が半分になっていく。気をつけましょう、ね、いつもの配信数に戻りました。伸び伸びやりましょう。はい、はい。
はい、というわけでですね、今ちょっと話してたのは、うん、そもそも所得税ってこう、まあ、なんで取られるんだろうというか、で最近税率が高くなるとか、うん、そういう報道もあったって中で、それについて関心を持ってですね、で、まあ、そもそもなんでこその高所得者からそんな高く取るんだ、もう 50% 近いものを取るんだというようなところから論点を整理していって、まず最初にその、まあ、言ってもその所得税にはいろんな意味があるけど、まあ、例えばその再分配というような意味もあるだろうと、あの所得の高い人から、まあ、あるいはその仕事を職を失ったような人とか、あカメラが、あマイクが、マイクが落ちた、大丈夫です、私が入ります、はい、ちょっと斜めすぎたんですか、はい、はい、続けてください、あそうか、はい、という中で、まずそもそもその再分配、税で再分配をするということの意義について、それは例えば今の日本の例えば生活保護が、その機会の平等、あるいはその結果の平等、まあ、どちらのによっていて、でそれがどの状態がいいのかというような話もまずしたいし、で仮に例えばじゃあその今の再分配っていうのは、あ、まあ、税でその所得を再分配するっていうことが、まあ、仮に、まあ、税だとしたとしてもね、じゃあそれを、理由に高所得者にあんまりたくさん税をしてもいいのか、税取ってもいいのか、累進課税がすごい高くなっていってもいいのか、うん、逆にそのお金を稼ぐ人とか、あるいは法人とかの、こうあのモチベーションを削ぐんじゃないかというような話と、あとはまあそもそもなんか日本と欧米ってそのお金のに対する価値感覚が違うよね、価値というかそのお金の分配に対する感覚が違うよねという話、例えばアメリカだったら、まあ、ビル・ゲイツとかもそうだけど、まあ、大きな会社の会長さんとか会社自体がすごくいろんな事業に投資をしたり寄付をしたりと思ってやってるけど、日本ってあんまりそういうの根付いてないし、逆に言えばチップとかもない文化ですからね、そのまんまそのサービスの対価を当たり前のように払って、まあ、そもそも値段も高く設定されてるし、うん、っていう、まあ、そういうような話がですね、今この、20分ぐらいの間に出ていまして、そこについて引き続き話をしていきたいなと思っています。はい。はい、ということで、なんかお二人は、はい、あの所得税、まあ、税を持ってかれるということに対して、まだでも払ってないのか、あれ、学生さんたちって、払ってないんじゃない、税金は一切払ってない。いや、でも、うん、アルバイトしてれば。ね、アルバイトはそうか、108万円以上稼いでたら、税金持ってかれるわけです。年間で出ないように出ないようにするあれですよね、だってお父さんの扶養控除がね、そう全然変わってきちゃうからね、そうなんですよね、うん、というところもあるんですけど、なんかまあこれから社会人になったら当然払っていくわけなんですよ、そうですね、うん、それ素直にどう思うの、まあ、税金って何みたいなところからでもいいんですけど、思いの所を話せるのはどっちからでも正直何に使ってんのかなっていう、はいはいはい、すごい思っていて、うん、一応、まあ、お勉強してこようと思ってここに来る前にサイトをなんか見たりとかしてたんですけれども、なんか地方の道路に使われたりだとか、うん、あとはなんか電波の通信の云々みたいな話がすごいあったんだけれども、うん、その、国税庁のめっちゃ分かりづらいサイトの検索をして頑張って見た時に、うん、やっぱりそのなんだろうな、その社会保障だったりとかそっちの方に回されてる方が強いんじゃないかな、うん、じゃあ俺払ってどこに行くのそれっていうのがはっきりしないのがちょっと気になっていて、うん、なんか言葉でうまく説明してないんですけれども、うん、そういうのってどこで分かるのかなっていうのが気になってます、うんうん、私、はい、思うんだけど、はい、サラリーマンで所得税や住民税をものすごい意識することって難しいと思うんですよ、うんうん、つまりもう源泉徴収された金額が手元に入ってきて、うん、いわゆる額面と呼ばれている金額ですよね、うんうん、があの手元に入ってきていくら徴収されてるかとかってあんまり気にしてないと思うし、うん、勝手に引かれてるものなんですよね、サラリーマンになっちゃうと、だから当然そりゃ手取りが減れば気づくかもしれないし、なんかすごい負担が増えてるとかっていうふうにテレビのインタビューとかのニュースとかで答えるサラリーマンや主婦の人っていると思うんだけど、実際は
そんなに意識しないように徴収する仕組みを日本は作り上げちゃったんですよ。あでもそこに対してはちょっと私あれがあって、私もサラリーマンだった時にあれですけど、やっぱり例えば所得税率が変わる時とかってきちんと告知されていて、でちゃんとその経理の担当者とかがその従業員一人一人にきちんとそういう情報を提供するようにはなっていて、渡されてるはずなんですよ。見てないだけの可能性もあるわけですよ。そうそう、見てない可能性もある。そう、だから見てないことまでをやっぱりそのね、その情報不足だというせいにしきってしまっていいのかという側面もあるっていう。情報不足ではなく、そういうふうな日本人は、日本人の ほぼ多くのサラリーマンの人たちには意識しないで税金徴収ができる仕組みを社会仕組みと社会のシステムとして構築してしまったという素晴らしい仕組みが、できてるっていう私は感じてるんですよね。当然説明もあるし、いくら取られてるのかって源泉徴収票を見れば一発で分かるようになってるし、あの給与明細見ればいくら米取られたのかって分かるけど、あのそんなに意識しないで取れちゃってるんじゃないかなと。私はあの自営業者だから自分で毎月払ってるわけですよね。毎月じゃないですけど、あの8回に分けて、年間8回に分けて徴収されるんですけど、そういうことなんですよ。なのであんまり、だから私の場合その自分の手元に入ってきたお金から引かれるからすごい取られた感じがするわけですよね。だけどサラリーマンだった時ってそんな風に感じなかったなという記憶があります。私もあの、なんていうんですかね、会社を辞めるとすごく実感するんです。なぜかというと、所得税じゃない、住民税でしょ。所得税が翌年です。住民税だとして所得税はその前年度の給与、給与というかその収入に合わせて、基準を合わせて課税されるんです。あ、そうなんですか。そう、つまりだから万が一、そう前の年まですっげー稼いでた人がいきなり次の年無収入になったりすると税金ってすごく高い。大変なんだ。だからプロ野球選手って大変なんだ。小笠原とかとんでもないことになっていきなりマニアックな話大丈夫でも本当にそうなの。だから所得税は注意しないといけない。例えば1年目にあの会社に勤めたとするじゃん。1年目って所得税かかってないんですよ。だからものすごいみんなもらうの。住民税しか払わないでいいから、はい、だけど翌年辞めたとするじゃん、はい、2年目無職になったとするじゃん、そう所得税だけ払わなきゃいけないの。1年で辞めちゃったらかなり大変なことになるんです。まあ、だから3年働きましょうってそんな話じゃないけどちょっと関係ないけど、そういうことなんですよ。そうですね、だから働き続けないと、飽き続けないとっていうか、まあもちろん辞めてもね、ちゃんとその蓄えを持ってれば、あとそこから払っていくだけ、そんなに莫大な金額言うてもかかるわけじゃないけどね。でもまあね、それこそ本当に高額所得者の人たちは大変だと思いますよ。まあそうですね、何かの理由でいきなりなくなっちゃったりすると、ね、外資系の企業に勤めてて年俸で契約していて4000万円の年収があったんだけど、翌年リストラされるなんてことはね、よく外資だったらありますからね。そういう人たちは、まあ、ためあの翌年のためにちゃんとプールしているはずですけど、まあそうですね、まあ、言うてもその例えば20代とかが普通に働いてもらうで、あの、ね、給与からの計算だったらそんなにその8回に分けられてるなんていうの、1回あたりが6桁になるとかってことはないけど、話ですね。はい、でまあ、それでどう思いますかってことですよね、所得税。ね、はい、いや、さっき所得税が、はい、じゃその聞いてない2人がいるので、その論点の部分で、所得税を取るより消費税を上げた方がその公平なんじゃないかっていう話もあったんですよ、バランスとして。だからそういった考え方も当然あるよねと言ったところで、なんか今日どっから取るっていうのが、正解じゃないような気がして、そうなんだろう。例えばまあお金が少ない人から取るって言ったらまあ本当に殺すようなことだし、けどお金ある人から取るっていうのも、そのなんだろう、成果に対して払ってるお金なのにそんな国がバンバン取っちゃっていいものなのかって、なんか
多分やった身にしか聞こえないなってところも正直あると思うんですよ。あんまり稼いでいない人が、うん、そうやった身でなんか、うん、お金ある人が取れみたいな感じっていうのがあると思うんですよ。まあ、でもそういうの決める人たちもでも別にお金がない人たちではない、うん、最低限の、ね、さあそうですね、決めてる、なんかそれはその生まれてから成人したらいきなり徴税の義務があるってところにびっくりするところだと思うんですよ、ね、だって一回も僕は誰とも契約してないわけですよ、そんな契約は、はいはいはい、けど気がついたらいきなり義務化してるわけですよね。それ結構びっくりしたんですよ、僕としては。あの成人式終えて、うん、まあ、憲法見たら、うん、あるわみたいな。いやそれって結構、うんうん、もっと驚いていいんじゃないかなと思うんですよね。だつまり、うん、そう教育の中でさ、はい、だすごく変な話、こんなこと言っちゃうと愛国心とかっていう表現にすり替えちゃう人もいると思うんだけど、なんかに日本国っていう国の中にで生存してるっていう認識をさする機会ない。一番最初に2人来る前に言ったけど、日本国っていうのがそもそもさ、だからその一種の共同体というかさ、まあ、共同体っていう表現はちょっといろんなニュアンスがあるからだけど、うん、そこの中でこう相互関係の中で自然人としてただ草むらにボンって掘ってかれても生きていけるんだったらそれでもいいんだけど、そうじゃないからこそ国っていう枠組みがあって、で人がそれぞれの役割を持って生きてて、とでその中でもまだ子どもたちはそこで何か役割を果たす段階ないから保護されてるけど、どっかの段階は当然義務が生じてみたいなことをさ、なんか社会の授業とかあるはずなのにみんな、ね、まあ、寝てるもんねみたいな話はもうあるのかなと思いながら。だからその一応多分教わっては納税が義務だっていうことは教わってはいるけれども、自分の義務としてこう捉えづらいのかな。そうですね、そうなるとさっきのちょっとおっしゃってくれたように、なんかやっかみだっていうか、結構何とも言えない議論ですよ。確かにそう感じる人もいるけど、それって結局税って何なのってまさしくそこは分かってないからですよね。いやもう極端なこと言っちゃえば、俺はそのある意味お金稼いでる人っていうのは逆に言ったらあの頑張ってるけど稼げてない人の分まで稼いでるって言ったら変なものかもしれないけど、その世の中の中でね、もちろんあの海外からのお金とかもいろいろあるから一概には言えないんだと思うけど、ある意味その日本国内で回ってる分のお金に関しては、まあ、そういう考え極端な考え方もできるのかな。そうするとその再分配の正当性っていうのがちょっと増えるんで、うん、私もそっちの考え方に割と近くて、うん、はい、あのたくさん稼いだ人っていうのはその社会システムの恩恵を受けてるんですよ、うんうん、やっぱり、うん、どういうふうに言い換えたとしても、うん、やっぱり例えばいい大学に出れたのは自分の努力かもしれないけれども、うん、ある程度やっぱりそういう社その教育システムにの恩恵を受けたからその大学を出られました、はい、その大学を出れたから一流企業に勤められましたとか、はい、または起業して自分が、たくさん収入が得られるように自分で起業したかもしれないけれども、何をどう考えてもその社会システムに恩恵を受けているんですよね、うん、でその人が儲けてその人のところにお金がいったっていうことは、その行かなかった分の人たちっていうふうにの人たちから取ったっていう見方がどうしてもできてしまうので、それは再分配しないといけないし、その再分配する仕組みを、個人で分配するのか、それとも社会システムの中で分配する仕組みを作るのかっていうどっちかで、で先ほど言ってたのは日本は再分配を個人がするような文化がないので、社会システムの中で再分配の仕組みを提案するべきなんじゃないかなっていうふうに思ってるっていう。まあ、でもそれはまたいい大学に入っていい会社に勤めたっていうのも、その本人がその環境をうまく活かせた、まあ、環境を利用できたから、うん、でその一方でやっぱ働くそのなんだろう、うまく利用した頑張りがあるのに、まあ、その人の頑張りを、まあ、例えば仕事をしない人に富を分配するっていうのは、俺はそれは不平等だと思うんですよ。同じような機会を与えてもらえれば、あと頑張るか頑張らないかはその人次第っていうことなんじゃないかと、うんうん、つまり、それは多分その税金の中でも社会、そのなんていうんだろう、
生活保護とか、そういう弱者の人に対する救済システムの不備とかはあると思うんですよね。そのすごく不平等であったりとか、不正受給の問題であったりとか、でそういうところを一緒に是正して、みんなが納得感のいく保障制度にしていくことで、税金をちゃんと払う側も納得もしながら納税できるっていう風に両方をバランス取らないと確かにおかしいことにはなるよね。最初に言った話はどちらかというと、例えばこの国内の、まあ、あの一郎とかだと今もう海外にいるからあれだけど、国内のプロ野球界で例えば年俸を、まあ、3億円ぐらいもらってる投手がいたとするじゃないですか。でもその人たちが3億円もらってる年俸っていうのは、まあ、言ってしまえば、そうスポンサーとかそういう、あるいはその、まあ、そのプロ野球会社が、年俸としてその人気とかその実績に応じてその人に与えていて、それは結局、巡り巡っていけば消費者である我々が、まあ、その人たちのことを応援する気持ちとかがすごくこう積み重なっていったものがそこで年俸としてそこの人に跳ね返ってるっていう意味だから、そういう意味で言うと結局いろんな我々が払った、要するに、ね、普通のサラリーマンとかがそのプロ野球っていうものを楽しむことによって払っている対価、うん、あの直接的なもの、間接的なもの、そういったものが積み重なってその人を年俸に行っているっていう意味で の、 その社会的な一体感っていう部分では、そこでその多めの税金が課されるっていうのも、その社会って枠で見た時にはある意味一つのところ、それはその努力っていうことはまた切り離したものとしての見方として、で、まあ、その上でもやっぱり平等不平等っていうのはもちろん考え方としてはあると思うんだけど、うん、なんかけどそれを考え方って、なんかそのたまたま稼げたっていうことにしか当てはまらないのかなと思って、例えばその何か目標を持ってお金が欲しいっていうふうな働いた人から、そのなんかできないくらい前に取っちゃうわけなんですよ、結果として。さらに頑張んなきゃいけなくなるくらい取んなきゃいけなくなるっていうのはどうなんだろうかって、そのやっぱりやる気を削いでしまうことがやっぱりすごいつながってますよね。まあね、確かにそのバランスはすごく難しいと思うんですよね。例えば今その2000万以上の人って結構税率が高いので、2000万でもらう2000万の額収入があると手取り額にすると1000万下回るんですよね、独身だとね。半分以上だと、ね、55% 何の控除もない独身男性で2000万以上稼いじゃうと手取り額は1000万下回るんですよ。やっぱりなんかそうするとやっぱり海外に行くとかっていう発想に繋がっちゃうのかなと思って、なんか翻訳家の、ハリポッター翻訳した人とか、なんかうまく逃げようとして、逆に脱税捕まったりとか、そんなそれってどっちかですよね。でも逆に言うとその税を、まあ、広い意味で言って税が少なくなれば少なくなるほど我々が受けられる、国から受けられる恩恵っていうのは少なくなるわけで、逆に言ったら大きな税、まあ、例えばそのもし今スウェーデンとかそういう高福祉高負担の地域が成功してるんであれば、その高い税金取られた分だけの恩恵がきちんとあれば、そこに残る。だからもちろんたくさんのお金をすごく重要な価値観だと思っていて、その逃げるっていう選択肢もあるかもしれないけど、それ例えば法人だったらそれってやっぱ世界戦略にも関わってくるから、タック成分がある国にとかってあるかもしれないけど、個人で考えた時は、まあ、逆に言ったら、まあ、税取られても自分の国に残った方がトータルで幸せだっていう風な価値観を共有できれば別にいなくならないわけだ。イギリスなんかにいてもしょうがねえやって思ったらそのハリー・ポッターの作者さんは翻訳した人そうかね、うん、だからその人が別にね、日本にいても幸せじゃなくてっていうのは今の日本社会の問題であるからしょうがないよね、うん、でもなんかその払ってる人がちゃんと恩恵を感じるであったり、あ、なんかよく使われてるんだなと思えればいいと思うんですけど、なんか自分の先輩で研修医の先輩がいるんですけど、まあ、その人がその自分の給料をやっぱり何パーセントか税金で引かれてて、でその病院に来る、まあ、生活保護の方がブランド物のバッグとかスマホとかも働いてねえのにそんなのも持ってるってどうよっていうことをすごい言ってたんですよ。まあ、確かにその生活保護ってもらわなきゃいけない人もいると思うんですけど、その贅沢をするためのお金じゃないじゃないですか。
それでブランドものを、うん、ものを見せつけられるとちょっといたたまれない気持ちになるって言って、ね、なんかそれでも実際は、まあ、その事例としてあったことだから本当だと思うんだけど、うん、もう実態が分かんないんですよね。その生活保護の問題ってちょっとあの内部な問題なんで、こう、はい、多分このユーストで話すと上にある程度気を使う必要があると思うんですけどいや俺は別にその生活保護の人がスマホ持ってるのは何も悪くないと思うんですよ、うん、だってそういう情報デバイスだから、うん、ただブランド物のバッグはちょっと確かに俺もあれって思うかなって思うんですよね、うんうん、パチンコもそうですよね。あ、パチンコ、うんうん、だからその結局そのあの生活保護の人って、うんうん、と肩やもらえなくて餓死する人とかもいるわけなんですけど、うん、やっぱそういうところも、うん、なんだろう、本当に是正していかないと、うん、本当に不平等が生まれちゃう、はい、あ、そういう意味では、うん、そのまずその制度としてどうお金を取るかっていう仕組みと、あとその取ったお金が実際どう使われてるかっていう問題を混同しちゃうと、結局今税金がうまく使われてなくてそういう結果になってるだけなのに、それに対してじゃあ不平等だから課税するのおかしいっていう方向だけで話を進めちゃうと、結局本来サービスを受けなきゃならない人にも届かないみたいなことになりかねないので、まあ両面の問題は、まあまずそのお金の取り方の話と、あと今の税の使われ方ちょっと変だよねって話と、まあ、別々に話した方がいいのかもしれないです。うん、そうですね、うん。どっちから話します？そっちの方が問題関心として。でもやっぱり現実としてやっぱり不正受給みたいな話は。不正受給まだ僕たちちょっとお金取られてないんで、うん、ちょっとずっとお金じゃあその生活保護の不正受給は何がどういう基準でその不正なのかっていうのを、うん、判断するの、あ、うん、あ、どっからどこまで不正で、うん、不正どっからどこまでが不正じゃないかっていう、うん、例えばそのなんだろう、刺身食うことが不正受給なんかみたいな、そういうところにまでつながっちゃいましたね。ちょっと贅沢なもの食うのだとか。そうだよね。そうなんですけど、なんだやっぱ保護されるべき人っているじゃないですか。例えば、うん、本当に例えばその身体障害者の方で働けなくて、そういうところどこも雇ってくれないってなったら、それは誰でもやっぱこの人はもらうしょうがないよねってなるんですけど、例えばただ失職しました、それで働くとこないんでただ普通になんか寝たりとか、ちょっと何万円か使って毎日パチンコにかけてますとか、そういう人は確実にあのなんか分けられてるんですけど、そのグレーゾーンっているんですかね。グレーゾーン、グレーゾーンってその間のなんか別にかけるべきじゃないのか、そういうのもらう金額は一緒、一律なんですよね、生活地域ごと。あ、そうか、地域ごとか。多分家賃の設定が違うと思う、地域ごとに。この2人が全然喋ってないの、ちょっとこの2人に。なんか考えてる途中って感じで。あ、けど。瀬川くんじゃあ。どうしようかな。なんというかな、すっごい、まあ、あれなんですけど、まあ、なんか自分豊かだからなんかこう分配してあげようとかいう意識もなくて、まあみんな貧乏になってもいいなって考えてる人にはなりたくないと個人的には思ってるし、なんかそれに反対してその競争肯定派の人がなんだろうな、なんか競争に負けたらそれはそれで仕方がないっていうのもなんか違和感があるし、俺ってそのなんか右左で言うとどっちなのかなっていうすごいどっちかってところがあって、すげえ参加できなくて、うんうんうんと思って聞いてたところがあったんですよ。なんか私の、まあ、友達で、生活保護受給者がいるんですけど、知り合いは、病気、難病指定されている病気で、普段見た目は全然健康そうなんですよ。でこれがやっぱり難しくって、で健康そうには見えるんだけれども、ものすごく疲れやすい病気で、その難病によって、でだから週に3日しか働けないのかな、その3日も、まあ、お医者さん曰くフルタイムでは9時5時みたいな時間では働けない、1日3時間ぐらいで週3回とかだったら、だから1週間に9時間とかだったら働けるみたいな、なんかそういう人で、
でそうすると1ヶ月間働いたとしても数万円にも満たないじゃないですか。で当然生活保護を受けてるんですけど、でもこの生活保護を受けるのめちゃくちゃ大変なんだって。もう本当に役所の窓口でその人間以下の扱いをされ、もう罵倒されながらそのどうしても生活保護を受けなきゃいけないっていうことを切々と訴えて、ようやく毎月毎月それを更新していくみたいな話で、すごい精神的にはめちゃくちゃストレスフルな話らしいだけど、報道とかで聞いていると不正受給をしてパチンコに行ってなんちゃらみたいな話とかっていうのが報道で見たりとかすると、割とみんなそういう風に言われても大丈夫な人っていうか、その役所に行ってそれだけの扱いを受けても、なんていうんだろう、何にも心に痛みを感じないような人たちがそういう不正受給してるのかなって思って、結構本当に受けてる人は本当に辛い思いをしながら、それでも絶対にどうしても自分だって働けるぐらいだったら働くさ、だけどどうしても病気で働けないと、で何度も何度も体を壊してると、で娘も2人いるとっていう状況の中で、すごい大変な状態でっていう感じなので、それってちなみに地域とかって聞いても大丈夫？千葉県の千葉県船橋市というところで受給してる。なんか地域差がやっぱあるって言いますね、その認定する水準とか。だからなんかすごい大阪は多いって話聞きますよね。あ、聞く聞く、だから大阪のもしかしたらあれはちょっとすごい管理が緩いっていうか、っていうかそれは団体があって、それをその生活保護を受けるのを受け負う団体があるから、人権団体があるから受けられちゃうんで、ね、地域性特殊なところは特殊な地、そういうところだと思う、だから一概にやっぱり生活保護に関しては亡くなったら困る人っていうのを目の前で見ているし、でその人には絶対に必要で、それはどう考えてもやっぱり、ね、当然家族が養えるんだったら家族が養ってるけれども、そうじゃないっていう人も存在するので、で必要な仕組みだなとは思うんだよね。でもそれをじゃあだからといってそれを悪用している人たちも当然たくさんいるのは分かっているので、どこで何をどうやってそれを僕一番すごい許せないと思ったのが、そういう人たちもいる中で生活保護の金額下げますっていうのがすごい腹が立って、だそれ困る人いるじゃんってやっぱ思って、だけど それはやっぱそのちゃんと役所は仕事してるのかしてないのかよく分かんないですけど、してないせいでそういう不正受給とかそういう人がいるのに、そういう人を削ればそういった本当に欲しい人たちの分減らさずに済むのに、なんでそういう方向に行くのかっていうのはすごい許せないですね。思うにそのやっぱり行政としてもお金がないからじゃないですかね、基本的には赤字だし、そうなるとやっぱりこの間口を狭くして入れないって方向になっちゃいますよね。あとは行政の側から見ても結構大変だと思うのは、先ほど皆さんおっしゃったように本当に困っている人のところに行かないっていうのは多分基準の問題ですよね。どの基準をクリアしたらっていうのは、行政から見れば調査費っていう面ですごい負担になりますよね。そうだからどうせならめっちゃ厳しくして入れない方が楽だわってなっちゃうわけですよ、結局その受給するかどうかをチェックするっていうのも結局人件費であり、人件費というか何というかさ、お金がかかるから、そこのバランスを、その現場なり現場の声をすくい上げた行政なりに考えた結果なんだろうとは思うんだけどね。もちろん何も考えなしに、はい、すぐ打ち切りとかすぐ連絡ではないっていうのはもちろんそうだとは思うんだけど、とはいえじゃあそれでいいのっていう話に最終的にはなっていっちゃうわけですよね。例えば今なんかその現物支給とかって話があって、あれってどう思いますか？現物支給すごいと思いますよ。僕は結構いいと思う面、悪い面思いました。なんかストレスに下げちゃって、いいと思う面はすごくお金が変なところ使われる、さっき言った贅沢にはいかないってところですよね。けどまたそこでまた個人の問題が出てきて、人によって食欲とか必要なものが違うわけですよ。だからそれの
今度はチェック E がまたプラスアルファにかかるわけですよね、うん、つまり問題の本質は変わらない、うん、基準に依存してしまう、うん、じゃあどうするのって言った時に僕は、まあ、ここでできたのがベーシックインカム論だったんですよね、はいはいはい、みんなじゃあ同じ人間変わらねえ、うんまあ、個性があるそれは認めるっていうことで、まあ、行政コストも削れるしみんな一律にできるってことで、うんまあ、簡単でもあるからみんなにじゃあ平等にお金をあげましょうって方向ができたんですよね、うんあともう一つあるのがその現物支給とかっていうことになると歴史的にその、まあ、今まではなんだろう江戸時代にお米を納めたりだとかそういう話になってたじゃないですか。そこが切り替わった、まあ、時期があってお金にすればある程度その生産してたその労力を買ってるみたいな話があったじゃないですか、うん、そこの労働力の搾取っていうところから少しこうそれて、お金を返すことである程度こうなんだろうな所得税を取ることによってもなんかこう緩和される、うん、ところがあると思うからその現物っていうところになるとよりそういうなんだろう労働者って言い方ないかもしれないんですけれどもそういうところの直接的なところにつながってくるのって問題意識の一つじゃないかなって僕は思います。実際その、 あの現物支給をやった市町村は若干成功しているって話は聞きましたね。現物っていうのはそのチケットとかじゃなくて本当にじゃなくて本当に市役所の人がこういうこと欲しいんですって言うと食べ物とか買ってきて渡すっていう、やってる人あるの？あるそこまで知らなかったちょっとググります。なんか気になるゼミで発表してた方が一人そういう地域とかわかる。ちょっとそれは忘れちゃったんですけど私それはすごくいいと思う、うん、それは、うん、そしたら本当になんかもう来た人でも、うん、あの現物支給なんですよって言ったら帰っていった人いるらしいですよ、うんうん、あお金じゃなきゃいいんだそいつはみたいな、うんうんうん、なんかそのけどもらう人のメンタリティとかってどうなんですか。あそれは傷つくかもしれないですね、うん、なんか例えばそのはっきり言って、まあ、言い方悪いけどこじみたいな感じ確かに言い方悪いなんてどう表現したらいいのそのホームレスとかなんかいやそういうわけじゃなくてなんか例えば物乞いじゃ何がいいのか分かんないや、うん、別にユーストリームだからいやよくわかりますよ、うん、必要な制度だから使うんだけど使ったらすごく低く見られちゃうってことですよね、うんうん、あだそれはもちろん社会的な見方もあるけどでも例えばそのなんだろうな今さっきの方の例で言ったらその病気でやむを得ない状況で、うん、そういう保護を受けなきゃいけない状況でっていう自由がついた状態でそれをその例えばその恥ずかしめと捉えるかそれとも、まあ、その自分が社会復帰できるまでの期間の措置として肯定的に捉えるかっていうその、うんまあ、本人的にもそうだし社会的から見てもどういう目で見るかっていう話だよね結局のところと思って意識我々の意識が変わればっていう側面もあるのかもしれないし、うん、なんかけど、うん、もらってる本人の問題も、うん、ああだから、うんまあ、そのなんだろう、うん、そういった支給方法が、うん、まあ果たしてそのなんだろうもらう人にとって好ましいのかっていうのも考えなきゃいけないところだし、うん、けどまあ僕はその現物支給が賛成なんですけど、うん、あ私はなっ場所場所わかんない。なんか現物支給で私がいいなって思ったのはちょっともしかしたら私が勝手に勘違いをしたのかもしれないんだけどあのなんか被災地にいるからこう訪問仮設に訪問しに行ってなんかほうれん草をあげたりとか白菜あげたりみたいな話ってまあコミュニケーションの一つになってあのいいなと思ってそれをなんか想像してしまったんだけどこう週に1回とか月に1回とか訪問の人が来てでその人にこう注文すると翌週それが来るみたいなのだったらなんか一つのそのなんて言うんだろうコミュニケーションの一つとしてなんかありじゃありだなというふうに思ったんだよね。うん、あとガシは思想にないですよね。そうそうガシは思想にない、ね、パチンコで使わないでとりあえずもらえば生きてはいけますよね、うん、それってすごく重要なんじゃないかな、うん、文化的に最低限度は生活って何なんですか。出た憲法の話だけどね、うん、25条ですね。でも俺そもそもその、まあ、話ちょっとずれちゃうんですけど、まあ、政治の話だからその
あの自民党が大勝して、まあ、その憲法改正の話とかが出てきたときに、うん、やっぱりその自民党案に対する批判ってものすごい出てきてたんですけど、そもそもその自民党が削除した基本的人権っていうのは歴史上の単語でしかなくて、別に基本的人権はこれこれこうであるっていうことは、うん、あの別に憲法に明確には書いてないので、多分おそらく憲法の条文に書いてあるこの部分とこの部分とこの部分のことを指すんだろうみたいな、うん、あの解釈はされてるけど、別にその基本的人権とかっていうものは、なんか人が生まれながらにして持つ権利とかっていうのはすごく、まあ、哲学というか、それこそこう民主主義っていうものを確立するまでにヨーロッパのいろんなこう思想家の人たちが比喩的に使ってきた表現であって、ね、文化的な生活とかっていうのもなんか本当はすごく曖昧なものなんじゃないかっていう気がするんですよね。削るか削らないかとかって話じゃなくて、うんうん、だから もうそんな表現でぼかしてしまうよりは、そのさっきの話の中に出てきたようなその機械の平等っていうか再チャレンジできるための生活みたいな表現にした方が全然俺は分かりやすいんじゃないかなっていうふうに感じるんですよね。で、再チャレンジできるための生活だったら、やっぱり命がきちんと、その健康がきちんと保てて、例えば職業訓練が受けられてとか、うん、そしたら別に全部現物支給じゃなくてもいいかもしれない、ね、パチンコに使う金はないけど職業訓練校に通う金だったら出せるというような、うん、例えば生活保護、うんうん、もちろ ん, なんかそれはいろんな事情があるから、もうそういうその病気とかで働けないみたいな人とかに別に教育の職業訓練のあれが与えられても負担にしかならないので、それはまたね、それこそ制度がややこしくなっちゃうかもしれないけど、うん、もしくはそういう方向からね、最低限の生活って何っていう話をしてもいいのかもしれないです、うん、そんなにでも生活保護 のジャンル分けするのそんなに難しいんですか。例えば申請するときに最初からジャンル分けしちゃうとか。ああ、なるほど。例えば職がない人とか、身体的ななんかあれがある人とか、あとなんだろう。何があるの？生活保護ってどういう人が受けられるんですか？扶養してくれる親戚や家族がいなくて、働けない、働く職がない。あと何があるんだろうね。社会的弱者っていう表現になるんでしたっけ。社会的弱者、うん、そう多分そういうふうには書いてないと思うんだけどな。抽象的ですね。あ、みんな黙っちゃった制度の趣旨。生活保護制度は生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的としています。うん、自立を助長できてるのかな。自立を助長、ね、逆に自立できないような、ね、制度だから今問題になってるわけなので、うんうんうん、ああ確かにそうですね。そのスウェーデンパラドックスに書いてあること面白いですよね、うん、そう、うん、覚えてる。あのさ、多分さ、紹介してあ縦割りとかになっているのが日本の場合、それがネックなのかなと思っていて、生活同じ厚生労働省なんだけれども、うん、生活保護をする部署と、うん、その雇用対策をする部署が違うから、その雇用対策をする部署は部署で、多分そういう、なんていうんだろう、職業訓練をするっていう補助金とか制度とかってたくさん出してるはずで、それは生活保護を受けてる人でなくても失業者に対しては一律に受けられる制度としてあるはずなんですよね。で、それがこうセットになってないんじゃないかなって思う。それ多分パッケージされればもっとうまく機能するのかもしれないよね。よくわかんないけど今適当に言ったけど。失業保険とかもらってる人はちゃんとハローワーク行ってるかって調べられますよね、うん、そういったのが制度として。まあ、そうだね、失業保険はまさにそういうふうな、うん、まあ、でもあれもね、まあ、逆に言うとハローワークに行くだけでそうだよね、お金もらえるけどね。けどまずでもこれ保険で前々から掛け金として払ってるわけだからっていうのはまあ
今スウェーデンパラドックスの話が出てきたんですけど、多分このね、その社会保障が、あの、なんだ、その、まあでもこれも失業保険かじゃなくて、生活保護のどこに書いてあったっけか。いや、そうじゃなくて、じゃあ、職業訓練の話がすごい面白いですよ。そうですね。だから、その、だから日本の大学とスウェーデンの大学って全然違ってて、まず4年生の大学と3年生の大学があるんですよ。で、日本の大学はそのスウェーデンいう4年生大学みたいなもんで、研究機関としての大学なんですよ。で、3年生の大学って職業訓練大学なんですよ。中は何や、専門学校に近い、専門学校に近くて、でも大学なんですよ。高専か、まあ、なんか英語で言ってもカレッジって言った方が近いんですよ、ユニバーシティよりも。そういった制度があるので、まあ、でもし例えばその失業してしまったと、そういう時にまた大学に入りやすいシステムになってるんです。例えばこういう職業訓練受けてきたけど、まあ、事務系の受けてきたけど今度は技術系の受けたいよってなったら、またその失業したらその大学に通ってたらまずお金をすごいもらえたりするんですよ。でそこで、まあ、技術系のやつを学んでまた就職をするっていう制度がちゃんとなってるっていうのがスウェーデンですので、それはすごい面白いなって思いました。スウェーデンの場合だと、まあ、例えば失業した人に対するその失業保険とか、まあ、それは日本も一緒か、その元々 の、 その、給料とかを元にも計算されるっていうところがあって、そもそも働いてなかった人とか給料がすごい低かった人っていうのは、まあ、あんまり、保護も受けられないし、でその中にはその社会復帰するための、職業訓練とかのプログラムに参加することが義務付けられていて、でしかも期限も、まあ、もちろん日本も期限あるんですけど、期限がしっかり、そこに、まあ、延長はできるんですけど期限もしっかりついていて、でそこ過ぎちゃうと、でも日本の場合だともしかしたらそのまんま生活保護とかに移行しちゃうのかもしれないですけど、ちょっと最後 の、 その期限切れた後スウェーデンどうなるかっていうところをちょっと見失っちゃったんですけど、まあ結局常にその、職に就くため の、 あの何かアクションを起こすことを、まあ、義務付けられているというようなところは日本よりもきちんと、政府自体がやっぱりその働かなくてもいいやっていうふうにならないようなインセンティブの付け方を常にしているというようなことらしいですね。なんか疑問に思ったのが2つあって、生活保護を与えると自立がうまくいかなくなるってさっきちょっと話聞いてて、それどういうことなのかって一つ話聞いて、で、まあ、先もう一つ聞いておくと、じゃあ本当に私たちは働かなきゃいけないのだろうかとだってなかなかきつい話ですよね。生きていくには絶対働かなきゃいけない、しかも自分じゃどうしようもできない部分でそれが決定し、してしまっている、で、なんか実は僕労働に関してちょっと調べたんですけど、世界の流れって今2つあるんですよ。1つが要は失業者の人もまた再雇用して働かせる、まあ、仕組みを作る、まあ、労働の包摂っていうタイプ、ずっと労働の中にいましょう、労働がいいですねっていうタイプ、もう一つがワークシェアリングとかで脱労働ってタイプで、労働をどんどんじゃあ、まあ、生産性上がったら減らしていきましょう、違う時間にをもっと自分のために生かしましょうっていう、この二つの流れがあって、で今割とその先進国って包摂の方に入ってきてるって言われてるんです。この失業していることは悪であって常に働き続けろその中で、じゃあその自立しないで働かないっていう選択肢がなんでダメなのかなって、この2つを感じ思いました。なんかそのそれだとやっぱりそういう風な社会システムにしていく上でベーシックインカムの仕組みとかも取り入れていくことで、その労働強制的に労働しなければいけないという仕組みからこう抜けられるようなライフスタイルを用意するというか、はい、制度を用意して、さらにそういう人たちがどうやって社会に貢献していくのかっていう枠組みも用意していくことで、新しい価値観の生活スタイルっていうのが誕生するのかなと思っていて、ただなんか
その本当に難しいんですよね。ベーシックインカムって私ベーシックインカム割と賛成派なんですけど、入れた方でも導入にはすごく難しい段階があるんじゃないかなと。いきなりは入れられないし、じゃあベーシックインカム入れたらじゃあ本当にみんな働かなくなるのかって言ったら多分そうではないはずなんですよね。だってベーシックインカムだけでは足りないからさ、絶対に明らかに。だって生活保護で今もらっている金額よりはベーシックインカムは低く設定されるはずなので、そうすると生活保護をもらった人たちはその金額だと生きていけなくなっちゃうので、別の仕組みを考えないといけないっていうことなんですよね。ベーシックインカムいくらなんかすごい合理的な制度だって言われてても導入されないって言ったのはそういう多分った経緯なんですよね。あと、なんだっけ、元々のその話してた、はい、なんか、なぜ生活保護が、あ、そう、そう、なんで自立できないのか、なんでですか、どういうことなんだろうな。例えば、ワーキングプアっていう問題もあって、例えば、その、例えば20万ぐらいの、まあ、生活保護もらってましたっていう人が、いざ、例えばハローワークとか行って、働こうと思っても、もらえるお金って実は生活保護と同じぐらいの寄付金額と同じぐらいしか稼げないってなった時に、じゃあこのままもらい続けた方がいいじゃないかってなるんですよ。なるほど。そうすると働かなくなる。うん、まあ、確かにその、ね、だと本当にそれこそやっぱ不平等、一生懸命働いている人たちの税金が搾取されている中で何もしない人がただお金をもらえるっていうね、不平等だと僕は。なるほど、うん、根が深いですねそう だからこそ、 その、ベーシックインカムみたいな制度を入れて、例えば月に6万円とか7万円、うん、必ず全国民じゃないけど、うん、まあ、全員がもらえる仕組みがあって、うん、そうすると、だけど生活保護とかはないわけですよ。だからプラスアルファの部分は現物支給とかになるわけですよ。つまり、うんうん、っていうようなその生活のスタイルとか、まあ、制度のあり方であったりとか、じゃあ6万円7万円もらって働かないっていう選択をした人は、例えば農村部とか過疎化している地域に行って畑仕事に従事して自分の食べるものは自分で生産するみたいな自給自足の生活に入っていくとか、なんかそういうことで、その過疎化したところとかは当然人口が戻ってくる可能性があるんじゃないかとか、そうすね、そういうライフスタイルを提案していくっていうことで日本全体のバランスを取るっていう話はあるよね。結局多分そういう提案っていうのは、さっき言ってくれたその文化的でなんとかの最低限の生活っていうキーワードの曖昧なゆえに、そういうふうに人のなんか生き方を、なんだろう、国が支持するのかみたいなことをですね、多分まあそういうリベラル派というかなんていうか、そういう人たちが非常に多分強く反対するんだと思うんですよね。なんか今そう、例えばそのエアコンとか、うん、ほとんどの家庭で普及してるからつけられることが、けど何パーセント普及率何パーセント超えてないと、うん、カッツラメとか、うん、あったりするじゃないですか、うん、ああそうなんだ、そう、確かその贅沢品と呼ばれるものに関してはそういうふうな基準で、うん、贅沢品というか、そのどこを贅沢品ってするかっていう問題があった時に、もともとそういう事件があったんですよ。そう、知ってるか分かんない、おばあちゃんがいて、でそのケースワーカーの人がお家にやってきたら、エアコンありますね、これは贅沢品です、なので回収しますって言われて、そのおばあちゃんに取ってったら、そのおばあちゃんがもう熱中症で亡くなっちゃったわけですよ。でどういう基準でその贅沢品か贅沢品じゃないかって見なすときに、まあ、近くの家庭を見たときに何十パーセント、70% 以上ぐらいが持ってたら、あ、これは贅沢品じゃなく必需品だと。だから携帯電話も、まあ、見方によったらあれだかもしれないです、うん、リブリシアさんに対して情報デバイスとか絶対必要だから、うん、まあ、持ってる、うん、そういう考え方をしてるんです、うんうん、なるほど、勉強になります。ちょっと今回ですね、なかなかコメントがつかなくてですね我々だけで話をしてるんじゃないかという怖さがあるんですが、なんかこう見ていただいてるんですけど、
ちょっとこのどういうふうに感じているのか我々じゃない人たちの意見もぜひ聞きたいんですけどね。ぜひ誰か書いてほしい。ちょっと知り合いの人とか見てくれてるんですかね。もしかしたらバナーで飛んできてくれて BGM 代わりに聞いてくださってる方がもしかしたら確かにラジオっぽく聞くことがあるかもしれない、はい、それはそれで非常に嬉しい話なんですけどね。もし何か話しててなんかこいつら変なこと言ってんなっていうのがあったらちょっとツッコミをですねぜひいつでも随時お待ちしてますんで。嫌ですよね、はい、ここには書かれないのに2チャンネルでガーッ、はい、まあその2チャンで話題になるほどの情報をやっさらさんがログインしましたはい、いう感じですよね、うん、なるほど。ちょっと話がこういろんな方向に、うん、あれあ、落ちました。落ちた、落ちてないですか。あれライブのまま落ちた。あれでも落ちたらちょうど1時間半なので休憩しますか。そうですね。でもこれどういうことだろう。ライブになってるね。またリロードしてみたら、はい、ちょっと音量、そっち問題なし、はい、俺のとこでも映ってますよ。映ってる、はい、あ、大丈夫です。あ、じゃあこっちこっちだけか、はい、今来たばっかりなんで何の話をしてたかわからないということなので、じゃちょっと課題を整理しつつ、はい、課題を整理しつつ、じゃあちょっと交代制で休暇しますか。じゃあちょっと今俺と中子さんで安谷さん向けにこう米その間皆さんこう休憩してもらって、その後俺と中子さんも休憩するので、その間あのそれについての面談をしてで30分過ぎぐらいから再開したいと思います。はい、はい、というわけで録画してある。録画そのまま、あ、一回じゃあここで止め、録画保存しておいてください。まとめの話は取っておいて。